昭和59年、防衛庁、自衛隊が設立されて30年目を迎えた。変動目まぐるしい世界情勢の中で、我が国の独立と平和を守り続けてきた自衛隊。その30年の歩みを振り返ってみよう。終戦から5年、焦土の中から人々は立ち上がり、復興に向かって歩み始めていた。昭和25年6月25日、突如朝鮮戦争が勃発。こうした緊迫した情勢の中で、国連軍最高司令官マッカーサー元帥は日本に対して警察力の増強を要請した。昭和25年8月10日、我が国の平和と秩序を維持し、公共の福祉を保障することを目的として、7万5000名の警察予備隊が発足した。昭和26年9月、サンフランシスコ講和条約で日本は独立し、国際社会に復帰。続いて日米安全保障条約の調印が行われた。これにより日米安保体制がスタートした。昭和27年4月、海上警備隊創立。そして8月、警察予備隊と統合し、保安庁が設立された。翌年の昭和28年4月、保安隊幹部を養成するため、神奈川県久里浜に保安大学校が開校され、400名が入校した。昭和29年6月9日、防衛庁設置法、自衛隊法が公布され、同年7月1日、保安隊は自衛隊となり、陸、海、空の3自衛隊がここに誕生した。昭和31年10月19日、日本とソ連は国交正常化の共同宣言を行った。また、この年の12月18日、我が国は国連に加盟した。昭和31年7月2日、国防会議構成法が公布され、昭和32年5月20日、国防会議において国防の基本方針が決定。逐次防衛力も整備され、盛況な自衛隊への努力が続いた。昭和33年1月14日から2月28日まで、海上自衛隊員の若い幹部、乗員の実習と国際親善を目的とする第1回遠洋航海が行われ、これ以降毎年実施されることになった。またこの年から航空自衛隊による対領空侵犯措置が開始され、昭和58年2月にスクランブルは1万回に達した。自衛隊はその装備や能力を生かして、昭和34年の伊勢湾台風をはじめ、昭和39年6月新潟地震など各種の災害に出動し、人命救助や災害復旧に当たったが、その隊員の地道な活動は国民の理解を得る大きな力となっている。防衛庁は江東区越中島から霞ヶ関を経て、昭和35年1月11日、日野基町庁舎へ移転した。昭和27年4月28日発行した日米安全保障条約は、昭和35年改定され、新たな日米安保体制がスタートした。これは昭和45年6月23日自動継続され、現在に至っている。昭和53年11月27日には国防会議において、日米防衛協力のための指針が了承され、
その後、日米防衛首脳会議、日米事務レベル協議など、日米間の防衛協力が定期的に開催されることとなり、日米安保体制がより緊密なものとなった。昭和36年4月の第38回国会で防衛二法改正に伴って陸上自衛隊は36年37年に13個師団に編成が行われ、日本各地に配置された。昭和37年11月1日、防衛庁建設本部と調達庁等を統合し、防衛庁の機関として防衛施設庁が設立された。昭和39年東京オリンピック、自衛隊は総員7640名のオリンピック支援団を編成して、アジアで最初の東京オリンピックの成功に大きな役割を果たした。この大会には21名の自衛官が選手として参加。重量挙げの三宅選手は金メダルを獲得。またマラソンの円谷選手の力を尽くした銅メダルは国民に深い感銘を与えた。昭和40年以降、海上自衛隊は砕氷艦富士しらせで南極地域観測を支援し、南極観測に大きく貢献した。昭和45年、防衛白書が初めて発行された。昭和52年以降は毎年発行され、我が国の防衛、世界の軍事情勢を一般国民に公表し、国民の防衛意識を深める役割を果たしている。昭和46年6月17日、沖縄返還協定調印。翌47年5月15日、沖縄が返還された。現地沖縄では新たに編成された陸海空の各自衛隊の部隊が防衛の任に就いた。またこの年の9月には日本と中国の国交が正常化され、新たな日中関係がスタートし、昭和53年8月には日中平和友好条約が調印された。昭和49年4月、医師としての幹部自衛官を養成するため防衛医科大学校が開校。第1期生46名が入校した。昭和51年10月29日、国防会議において防衛計画の大綱が決定された。これは長期的視野に立って我が国の防衛に関する指針を示すものである。またこの年の9月6日、ソ連の戦闘機ミグ25が函館空港に強行着陸。北方領土問題とともにソ連に対する国民の関心が深まった。昭和54年12月27日、ソ連がアフガニスタンへ侵攻。世界の軍事情勢が緊迫した。一方、極東においては北方領土への地上軍の配備増強。ミンスクやノボロシスクなどのソ連太平洋艦隊への配備。SS-20 やバックファイアーの極東配備。大韓航空機撃墜事件などによりソ連の脅威が国民に認識され、国民の防衛に対する関心が高まり、より現実的なものとなった。
昭和55年2月26日から3月18日まで、海上自衛隊は戦技技術向上のためリムパックに初参加した。陸海空各自衛隊とアメリカ軍の日米共同訓練は、逐次訓練内容を充実しつつ、有事に有効に対応できるようその努力が続けられている。陸上自衛隊は56年以降12回、海上自衛隊は30年以降156回、航空自衛隊は53年以降64回実施している。統合演習は昭和36年以降、有事に陸海空各自衛隊の有する防衛戦力を総合的かつ有効に発揮しうる体制を取れるよう、平素から自衛隊の統合運用について演練するもので、指揮所訓練と実動演習を実施してきたが、58年度で14回目となった。30周年を迎えた昭和59年、30周年を記念する作品も多く見られた札幌雪まつり。それでは昭和59年を振り返ってみよう。航空自衛隊は1月26日、硫黄島周辺空域で訓練を行う飛行部隊の支援を任務とする硫黄島基地隊を、6月21日には千歳基地において基地防空訓練隊を、10月1日、八雲分屯基地において第5移動警戒隊を新編した。陸海空各自衛隊とアメリカ軍の日米共同訓練は年々訓練内容を充実しながら実施されているが、陸上自衛隊は実動訓練として9月に道のく84を、10月に沖縄駐留の海兵隊との射撃訓練を行った。またアメリカ本土フォートルイスで5月下旬に日米共同指揮所訓練山桜6を行った。アメリカ本土での訓練は今回が3回目である。海上自衛隊はアメリカ海軍と共同して対潜訓練を日本周辺海域で4回、掃海訓練を2回、指揮所訓練を1回行って戦技技術などの向上を図った。航空自衛隊は2月1日2日、沖縄本島周辺を舞台に行った救難訓練をはじめとして、今年も10回、日米共同訓練を実施した。特に10月には、航空自衛隊総合演習の一環として、防空戦闘における日米部隊相互の連携要領が演練され、多大な成果を収めた。
3月11日、埼玉県所沢市の防衛医科大学校で、栗原長官や多数の来賓を迎えて、卒業式が盛大に行われ、5期生74人が陸海空のそれぞれの総長に任命され、巣立っていった。長官は卒業生に、今後自らの器量を養い、国民と共に歩む自衛隊の重要な一翼を担ってほしいと訓示した。航空自衛隊が空輸能力強化のため導入した C-130H 輸送機が3月14日2機、12月16日2機、小牧基地に到着し、60年半ばから空輸の任務に就くことになった。3月18日、防衛大学校の卒業式が中曽根首相をはじめ、木村参議院議長ほか多数の来賓や、卒業生の父兄など約2000人を迎え、盛大に行われた。本科28期455人の卒業生と、理工学研究科学生57人が、中曽根首相の豊かな指揮権と幅広い国際感覚を備えよ。自らを律するに厳しく、南極にあたり情勢を的確に洞察し、対極的見地に立った正しい決断で率先して立ち向かえ、部下と苦楽を共にし、心の痛みの分かる人間たれとの鼻抜けの言葉を胸に巣立っていった。航空自衛隊は3月24日第2航空団第203飛行隊の装備機を F-104 から F-15 に機種更新した。機種更新に先立ち、2月13日には関係者に F-104 の最後の雄姿が披露された。自衛隊の即応体制を高めるための指揮中枢として完成が待たれていた中央指揮所が防衛庁構内に完成し、3月31日から限定運用を開始した。ご苦労様。4月19日、南極処女航海の砕氷艦しらせが家族や防衛庁、文部省関係者約500人の出迎えの中、東京の晴海岸壁に接岸した。158日間、総航程約3万6000キロ。新鋭艦らしい威力を発揮して、6年ぶりに昭和基地に接岸し、南極第3の基地選定調査に大きく貢献した。59年度も各種の全自衛隊スポーツ大会が開催されたが、各大会とも兵装、クラブ活動などで鍛えた腕を競い合い、熱戦が繰り広げられた。第28回全日本銃剣道選手権大会防衛庁の部では49チームが参加し、福岡チームが優勝。第18回全国自衛隊サッカー大会は32チームが参加し、陸上自衛隊八戸チームが輝く初優勝を遂げた。栗原防衛庁長官とワインバーガー国防長官との日米防衛首脳会談が5月11日防衛庁で開かれ、ソ連の軍事力増強を中心とした国際軍事情勢や我が国の防衛力整備、米空母艦載機の夜間発着訓練場問題など当面する防衛諸問題について意見交換が行われた。また長官は9月21日訪米し、ワインバーガー国防長官と日米防衛首脳定期協議を行った。引き続いて欧州の軍事情勢を視察し、10月6日帰国した。5月12日、
防衛医科大学校高等看護学院で待望式が行われ、島田衛生局長の激励を受けた74名の学生が看護の任務に就くことを誓った。5月中旬、リムパック84がアメリカをはじめ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの各国海軍と海上自衛隊とが参加して、ハワイからサンディエゴに至る太平洋上とハワイ周辺海域において実施された。今回はリムパック史上最大規模の艦艇約80隻、航空機約250機、人員およそ5万人が参加した。海上自衛隊はクラマなど5隻の護衛艦と航空機8機を参加させ、多大な成果を収めて帰国した。航空自衛隊の第13飛行教育団は昭和47年7月以降、 T1 ジェット練習機を使用してのパイロットの養成で11万時間を超える飛行無事故を達成した。これに対し5月23日栗原長官から第1級賞状が授与された。5月28日第20回自衛隊高級幹部会同が自衛隊最高指揮官中曽根首相を迎えて、栗原長官以下内局各自衛隊の高級幹部など約110人が出席し、防衛庁本館で開かれた。中曽根首相は世界の平和と安定に寄与している日本の立場を強調、さらに自らの国は自らの手で守るという決意で適切な防衛力整備に引き続き努力していくと述べ、出席の高級幹部に対し部下の掌握、士気高揚、厳正な規律で盛況な部隊作りをするよう訓示した。引き続いて中曽根首相は中央指揮所を視察した。6月4日海上自衛隊の遠洋練習航海部隊が機関カトリと随伴艦夏雲の2艦に分乗、栗原長官、吉田海上幕僚長、家族、部隊関係者に見送られ横須賀港から5ヶ月余りの総都に着いた。遠航部隊は実習幹部など約700人、アメリカ、カナダ、ブラジル、アルゼンチンなど北中南米8カ国を訪問、総工程約5万9000キロの航海を無事に終えて11月10日横須賀に帰港した。第15回日米安全保障事務レベル協議が6月25日から27日にかけてハワイで開催された。アメリカ側から世界および極東の軍事情勢の説明があり、我が国は防衛政策の考え方を説明した。日本の空の守りを使命とする航空自�衛隊が誕生して30年、その発足当日にあたる7月1日埼玉県入間基地で航空自衛隊創設30周年記念中央式典が盛大に行われた。栗原長官の訓示や来賓の祝辞を受けた約1000人の参列した隊員たちは今後の新たな飛躍を誓い合った。政府は行政改革の一環として7月1日から統廃合を含む各省庁の機構組織の改編を行ったが、これに伴い防衛庁においても人事教育局と衛生局が廃止され、教育訓練局と人事局が新設されるなどの機構改編が行われた。7月1日付で統合幕僚会議議長の村井澄夫陸将が勇退。
第15代統合幕僚会議議長に渡辺慶太郎陸上幕僚長が昇格。新陸上幕僚長に中村盛雄北部方面総監が就任した。7月27日から3日間、海上自衛隊は大島沖で自衛艦隊による展示訓練を実施。延べ9000人の見学者に海と空からの対潜水艦作戦など海上防衛作戦の一端を披露した。昭和57年11月の事故以来中止していた航空自衛隊のブルーインパルスによる展示飛行が7月29日の松島基地航空祭から再開され、59年は8カ所の基地で公開された。栗原長官は多忙な政務・事務の合間を縫って北から南まで日本各地で防衛の任務についている陸海空各自衛隊の部隊・機関などを精力的に視察し、その実情を把握するとともに第一線で活躍する隊員を激励した。まず4月13日東京目黒の防衛研修所と、技術研究本部第一研究所、4月20日から21日にかけ航空自衛隊の千歳基地と稚内分屯基地の初代部隊を初度視察した。5月25日には陸上自衛隊の山口駐屯地を訪れ、本年2月に起きた隊員による小銃発砲事件について、負傷事件を教訓として災いを転じて福となし、一層の訓練に努め地域住民の信頼を得るよう努力せよと訓示した。引き続き西の守りにつく陸上自衛隊福岡駐屯地、航空自衛隊春日基地、海上自衛隊佐世保地区の初代部隊を視察した。6月4日海上自衛隊横須賀地区の初代部隊を視察するとともに、6月7日は硫黄島の海上航空両部隊を視察し、南海の孤島で防衛の任務に就く隊員を激励した。6月21日首都防空の任務にあたる航空自衛隊百里基地の第7航空団など、7月6、7の両日沖縄所在の陸海空部隊と米軍嘉手納基地を、さらに8月16、17の両日青森、大港、三沢に所在する陸海空部隊を視察した。9月4日練馬駐屯地の所在部隊を視察、首都防衛にあたる隊員を激励した。8月15日第23回ロサンゼルスオリンピック大会で見事金メダルを勝ち取ったラピッドファイヤーピストルの蒲地武夫三等陸尉と、レスリングの宮原浩二三等陸曹に栗原長官から一級少士と防衛功労賞が授与された。9月14日長野県木曽郡大滝村付近に直下型地震が発生、大規模な山崩れで家屋が押し流され多くの死者を出した。陸上自衛隊第12師団は第13普通科連隊を主力として災害派遣し、行方不明者の捜索や災害復旧に努力し、被災地住民に深い感銘を与えた。このほか陸海空自衛隊は3月の広島県宮島町の山火事、6月の熊本県五木村の豪雨による地滑り、救急患者の輸送など各種の災害派遣に出動し活躍した。
9月12、13の両日、昭和59年度の富士総合火力演習が東富士演習場で行われ、約3万4千人が陸上自衛隊の近代火力の一端を見学した。昭和59年度の海上自衛隊演習が9月12日から20日までの間、艦艇90隻、航空機125機が参加して大規模な訓練を行った。この間にアメリカ海軍から空母1隻を含む艦艇8隻が参加した。9月17日から10月15日の間、航空自衛隊の全部隊、機関が参加して航空自衛隊総合演習が行われた。この演習では作戦準備と防空作戦を主体とする諸活動を指揮所演習と実動訓練で総合的に演練した。昭和59年には9月6日の韓国のチョン・ドゥファン大統領のほか、ブルネイ国王など6カ国から国交品が来日。防衛庁ではこれに際し、第302保安中隊、陸上自衛隊中央音楽隊による特別儀仗を実施した。第39回若草国体は奈良県下の各会場で開催され、これに陸上および海上自衛隊が協力、夏季秋季の各大会の成功に貢献した。また山形で開催された冬季大会も陸上自衛隊が協力した。我が国の平和と安定を保持することを目的とする国の防衛任務が国政の最重要課題の一つであることは言うまでもありません。自衛隊創立30周年を記念して、昭和59年度自衛隊記念日中央観閲式が10月28日観閲館に中曽根首相を迎えて陸上自衛隊朝霞訓練場で行われた。航空自衛隊は11月1日から10日までの間、小松基地を中心に航空総隊総合戦技協議会を実施し、総隊隷下の飛行部隊、砲車部隊及び警戒管制部隊の戦技及び組織戦闘能力を評価した。今回の協議会には F-15 部隊が初参加した。1月1日、第2次中曽根改造内閣の誕生に伴い、栗原防衛庁長官が辞任。代わって第42代防衛庁長官に加藤浩一衆議院議員が就任。日野基町で新旧長官の離着任行事が行われた。また同日付をもって中村政務次官も辞任。11月2日、新政務次官に村上正邦参議院議員が着任した。
11月4日、艦艇53隻、航空機51機の規模で創立30周年を記念し、観艦式が盛大に行われ、着任したばかりの加藤長官は、故ガンジーインド首相の国葬に参列した中曽根首相に代わって観閲官を務めた。加藤長官は多忙なスケジュールの中で着任早々陸海空の第一線部隊の初動視察を行った。11月13日陸上自衛隊練馬駐屯地を、次いで19日には海上自衛隊横須賀地区を、引き続いて22日航空自衛隊百里基地を視察、それぞれの隊員を激励した。海上自衛隊では11月9日進水したミサイル護衛艦旗風のほか、今年も多くの艦艇が進水した。2月1日潜水艦浜潮が、6月18日中型掃海艇高島が、6月28日中型掃海艇母島が、7月10日護衛艦山行が、10月25日護衛艦松行がそれぞれ進水した。2月27日伊予灘でPS-1 飛行艇が墜落し、乗員12人が死亡する事故が発生した。また同日、陸上自衛隊山口射場における射撃訓練中に隊員が64式小銃で同僚に発砲、4名を死傷させるという不祥事が発生した。11月16、17の2日間、日本武道館に約4万人の観客を集め、自衛隊音楽祭りが開催された。自衛隊創立30周年記念を兼ねた今回のテーマはコミュニケーション祭り。宝塚のスター浅見玲さんのゲスト出演もあって、満員の会場は盛大な拍手と興奮の連続であった。自衛隊の歩んできた厳しい30年の道のりは、我が国の平和と発展に大きく貢献してきたが、今後もますます激動が予想される世界情勢に対応できるよう、引き続き着実に防衛力を整備するとともに、盛況な自衛隊を育成していかなければならない。